こんにちは。こんにちは。今日は、はい、行政書士になった愛子さんと、イエイ私は普段で宅建の話をしてるんですけれども、はい、開業準備中、開業された、うん、そうですね、準備中かな、まだ。今こちらのね、お話ししてる時は、準備中の愛子さんと一緒に、うん、資格が仕事に役立つのかという、そうですね。ちょっとぶっちゃけ話を聞きたいと思いつつ、いろいろね、お話を伺っていければと思いますけれども、今日すごいいろいろ持って、持ってきましたね。ね、来てくれたんですよね。うん、持ってきました。それを受けて、私もなんか、そうそうそう、じゃあ、いっそいっそと授業用の、そう。2022年のね、講座やってます。渋谷校でやっております。はい、という。去年受けました。去年、宅建合格。そうです。いや、すごい。しかもその前の年にそう行政書士を、6年おお 6年、うん、6年です6年で行政書士を取りその後すぐに開業宅建取り、うん、宅建取り開業そうです。すごい。行政書士の開業って、うん、私の勝手なイメージです、うん、私は今この段階で行政書士を持ってないんですけれども、うんうんうん、取るけど、はい、コネクションがないと、うん、ちょっと大変みたいな、うん、どうです？大いにあると思います。あります？うん、ある。やっぱり何でしょうね、その初学者が多いんですよ。初めて法律学びたいで、独立開業ができるっていう観点ですぐやっぱりネットとかでも出てくるのが行政書士な気はします。で、そうそう、それでただ受かったけど何ができるかってまあその人の経歴次第っていうところはやっぱ結局はありますよね。ちなみに愛子さんは行政書士事務所として何を専門に扱っていく予定なんですか？はい、まあいろいろあると思いますけどね。うん、そう、一般的にはなんか、ま、定めない方が。あ、そうなんだ。そう、そう、一般的にというかちょっとなんかそのまあそのコネクションがないっていうあたりで仕事は最初の1年くらいは選ばない方がいいかもみたいなのは聞いたことがあって。知らなかった。そうなんだ。はい、へえ。でも、そうそうそう、なんか税理士の先生とかとなんかお話しした時には、うん、やっぱ許認可できるよねっていう、あ、うん、行政書士許認可、うん、許認可これやってほしいっていう入り方をするので、うん、やっぱ結局許認可系は一通りね、まあ、書類書くっていう流れは多分似てると思うので、うんまあ、そこでこう自分が、うん、これがいいっていうのを最後選んでいくっていう感じ。あ、まあ実際に定着するお客さんとかもね、うん、人によって違うでしょうから、うんうんうん、そうなんだ、知らなかった。宅建業者でいうと、うんまあ、私もね仕事でいうと、うん、宅建士をまあ生かしている方になるので、うん、仕事だと結構売買が得意な会社ですとか、うんうん、あと賃貸が得意な会社ですとか、ね、そうですよね。しかも賃貸は賃貸で、はい、なんだろう、例えば単身向けが得意ですとか、あ、まあ、そこはねしっかりは分けない人が多いけれども、うん、結構私の場合は、うん、ディンクス世帯って知ってます？ディンクス、ディンクスって何ですか？なんかね、お部屋探しの時に、はい、なぜかカップルのことを、うん、ディンクス向けとかディンクス向けのお部屋ですとか言うんですよ。だからおしゃれな言い方を作ってる業界人が多分いる、うん、そうですね。そう、ね、うんうん、私それこそ事務所構えての時に、まあね、某仲介会社使ったんですけど、うん、ちょっと大きいところ、まあ、うん、しょうがないから行ったんですけど、うんうん、その時に、なんだっけ、その居住用のマンションだけど、うん、事務所用で使う、なんだっけ、登記ができるところ、うん、双方か、あ、それそれ双方、それもうなんかなんて読むんだろう、でもなんかそれっぽい用語だなって思いながらこういう系の探してるんですけど、指さすっていう、ね、あれは、スモールオフィス、うん、ホームオフィスの略らしい。へえ。でももう業界の人は当たり前なんで、うん、双方物件とか言っちゃって、ああなるほど。確かにお客さんにもちゃんと細かく、うん、双方ってこういう意味ですよとかあんまり言ってないかもしれない。うん、そう、なんかネットでやっぱり見るし、
確かにそうですよね、うん、でネットで問い合わせしてね行っちゃうっていうのが多いですけど、そうです、私もその口だったので、いやでもその経験を経て次に事務所も構えてそうです、いやそれすごい、なんか本当に案件あったらね、うん、ぜひ愛子さんの事務所まで、うん、よろしくお願いします